無屋城は、徳島県鳴門市無屋町林崎にある日本の城石。別名は、岡崎城、林崎城。岡崎城石として、指定史跡に指定されている。追記は、古くは、小笠原氏の居城と伝えられるが、はっきりとはわかっていない。その後、三好氏の敗下の忍宮氏が城主となったが、天正十年、長宗壁元地下が、阿波国へ侵入し、無屋城を、 長蘇壁元地下の配下である真下日高見が守備する。天正十三年、四国征伐により、八塚家政が、阿波国の新領主となり、徳島城の市場を急城を置き、増田正忠を、無野城の城盤として、これを守らせた。一国一条令により、寛永十五年、廃城となった。狂わや石垣の跡が残っている。城跡のある妙賢山は、 病研山公園として整備されており、頂上近くには3層の模擬天守が建てられている。天守内部は徳島県立鳥居記念博物館となっていたが2010年11月に徳島県文化の森総合公園へ移転した。2016年3月より旧徳島県立鳥居記念博物館を地域の交流施設である鳥居でナるととしてリニューアルオープンした。ありがとうございます。